で、それは何かというと、子供は一人では生きていけないんです。で、シュタイナーが言ってるんですけど、子供に一番大事に教えなきゃいけないこと、最初に教えないといけないことは、呼吸の仕方だ。呼吸の仕方。吸って吐いて。要するに同じペースの繰り返し繰り返し繰り返し毎日同じように生活すること、これで子どもの呼吸は整うんです。同じ繰り返しです。で、同じ繰り返しをしてあげると呼吸器がちゃんと整って心臓が整う。自分の心臓がきちんとできる、心臓の幼稚園の4番ですけど、子供が大好きな本が全部同じ繰り返しの本でしょ。親は子供と別の人格になるのは9歳過ぎてです。それまでは子供は世界で一番お母さん大好きです。お母さんがブスでも何でも鬼のように怖くてもガミガミ言ってもお母さん一番大事です。でも9歳過ぎるとうちのママより隣のママも綺麗かもしれない、もしかして私は橋の下から拾われたんじゃなかろうかと思ったことない、あるでしょ。いや、なんか理想の親がもっと他にいるかもしれないとか思う。腰まで降りてきて、ちゃんと腰まで来たら自由に自分で意識が来たらやっとお座りができるんです。口で構え、口使うなよ。手だけではどこも、足こんなにぶっといのかな、全部この首を上げて立ち上がるように、要するに抗重力です。重力に逆らうように、逆らうように子供は成長していくんです。これすごいことです。でももう何でもいいんですよ、もう立ちたい。それはなぜかって本能ですよ。すごい子供、世の中の人はもう早く早く早くやってるけど、触覚を十分育ててから大脳新皮質っていうんです。なのに子供をあっちこっち連れ回したり、新皮質の刺激がいっぱい、安心してる子は成長遅いんです。その子がずっといいんです。それだけは皆さんがとにかくクライアントの方に伝えてください。子供はゆっくり育った方がいいんだよ。